田橋さんは、はい。この夏の模試ぐらいまで見て、僕が思う、まあ、細かいとこ突っ込んでたらいろいろあるんですけど、やっぱりその東大に受かるか受かんないかのレベルぐらいには十分来てると思うんですよね。はい。去年というか今年、この前の3月、半年前の入試では、合格ラインがあるとしたら、この辺もうようよしてるというか、ちょっと下あたりうようよしてるというかですね、はい。イメージで、まあ、五分五分ぐらいで受かるかな、みたいなイメージだったんですよ。で、まあ、ちょっと下だったっていうイメージなんですけど、今回は、まあ、ちょっと上あたりをうようよしてるかなっていう。なるほど、そのうようよするところから一個抜け出したいです。そう、うようよしないでほしいんですよ。バシッと、そう、上どっの方さでりはう行きたようくよしなているんでよすけな。ど。早くそこに、今んとこちょっとフラフラ、うようよしすぎて。そうですね。はい。はい。まあだからやっぱり駿台の成績表、僕も見て、ね、嬉しかったですけど、あれを見て、喜ばないレベルに行きたいですよね。まあ、喜んじゃいましたね、本当喜に。ばないレベル。はやっぱり次の日ぐらいまでは少なくとも喜んじゃいましたし。い。うん。少なく見も積もって。うん。う、なんですかね、喜ばないというか、まあ、取って当たり前でしょ、みたいな。もう、もし受けませんぐらいでもね、いいのかもしれないですけどね。や、それが余裕ですよね、一番、本当は。まあ、ちょっと動画、ね、一応その見ていただきたいのもあるんで、もしは受けたいですけど。はい。理想的にはそういう感じです。というところで、はい、非常に良かったんじゃないかなと思います。で、まだ少し時間、思ったより経ってないので、今ね、英語どういう勉強したんですかって質問来たんで、ちょっとこれはね、ぜひ皆さんに、英語勉強してる方多いと思うので、はい。東大に限らず、どんなことやってたんですか？これはまあ、その英語広く考えた、英語学習って考えたときはちょっとずれちゃう部分もあるかもしれないんですけど、東大受験の英語でどうやって高得点取れるかっていうところをまず一番主眼において、もう東大形式の模試の過去問などをひたすら解いてました。時間計って、その時間内のシミュレーションを兼ねてずっと解き続けてました。ほぼ毎日ぐらいにイメージが解いてました。そんなにやってたんですか？はい。東大模試の過去問をかき集めて。かき集めて、毎日1台解くぐらいのイメージです。まあ、重なっちゃうのもあるんですけど、何回か2回目とか。なるほどね。そうしたら120分の時間計って毎日やるっていうことですか？ちょっとリスニングだけ、ちょっと別枠でやってたんですけど、まずそのリスニング抜いた部分だけ、一気にガッと。なるほど90ね。分ぐらいでやってましたね。そうです。それで実際にこの何が良かったんですかね、つまり、やってた勉強法はそれかもしれないですけど、それによってどういう効果が現れて、点数に結びついたんですか？やっぱ完全にやっぱ時間感覚というか、問題を解いていくときのスピード感みたいなのがちょっと身についたかなっていう気はすごいしました。やっぱ東大の英語は一番時間が厳しいので、それ今まで解ききれなかったっていうところがやっぱり一番あって、まあその時間かけたらもうちょっと点は伸びるっていうところがあったので、やっぱそこを収めたいっていうことで、やっぱそれやったことによって、時間内に初めて解ききることができたんで、駿台のものは。なるほど、なるほど。じゃ、時間感覚が、こう、うまくいったと。はい。それが、まあ、身についたってことですよね。そうですね。それが一番大きかったかなとは思います。あとは、あれですね。もうひたすら音声を聞きながら、勉強してましたね。音声、長文とかもやるんですけど、まあ、音声メインで、YouTube で例えばテッドとか見たら字幕で出せるじゃないですか。最初は音声だけで聞いて、リスニングの訓練をして、その後は字幕を見ながら、結構読むスピードも遅かったんで、字幕をかけていったら、結構早いんで流れるスピードが、やっぱ音声と一緒なんで、そのスピードで読めるように読んで、で最後はこう、シャドーイングするみたいな、そういう三段構えみたいな感じで動画を見て勉強してましたね。やっぱりその自分はスピードが遅いという問題意識があって、はい。それに対して勉強法、的確な勉強法だと思うのを見つけて、で、アプローチをしていったってことですね。はい。それはやっぱ効果出るんじゃないですかね。それが出たのが一番嬉しかったかなっていうところ、駿台はですね。なるほど、なるほど。今、そうですね。今、田辺さんから出た話を僕なりにちょっと補足説明すると、はい。そうだな。じゃまず、東大受験、ちょっと関心が高い人もいると思うので、そっちからお話しするとですね、東大の英語ってすごく時間が厳しいテストで、わかりやすく言うとですね、僕の過去の塾生で、東大の英語でですね、120点中111点取って受かった子がいるんですこけれど、めちゃくちゃ高得点ですよね。めっちゃ高得点なんですよ。僕も初めて出会ったっていうぐらい高得点なんですけど、111点。で、
その子女の子だったんですけど、その子はじゃあ東大模試とか東大の本試で時間が余るのって聞いたら、いやほぼ余らないですって言ってましたね。ああ、その高得点の子でも余らないですね。うん、余らないって言ってました。なのでもうよっぽどできてもギリギリ時間かかっちゃうっていうテストだということなんですよ。で、やっぱ過去の生徒で英語で安定してる子は、まあ、僕も感覚あるんですけど、体内時計みたいなものができて、あ、はいはい、大体このぐらいのスピードで解き終われば、大体時間内に収まるっていう体内時計ができていって、まあ、時間を正確に、ね、こう時計を見ていかなくても、あ、多分間に合ってるなとか、多分間に合ってないなっていうのが分かるようになってくるんですよね。あと、どの問題から解くとかっていうのがあって、まあ、そこ身につけるのにだいぶ時間かかるので、いや、まあ、その場合、そこが良かったのかなと。いや、なかなか本当時間という壁越えられなかったんですよね、ずっと去年まで。なので、そこが一番成果かなと思いました。うんうんうん、あと、田橋さんの場合は、マークの方が苦手なんで、はい。ことも関連してるんですよ。マーク式のテストっていうのは、時間のスピードと、あと、正確さのテストなんですけど、うん、多分田橋さん、早く解くの苦手な人なんですよね。はい、苦手です。うん。だから、早く解くのが苦手な人が、こうやって時間に収めることができたっていうのは一つ成功例で、今後マークの方にもいい影響が出るのかなと。これを分子で思ってます。はい。マークの方にもいい影響が出るのかなというふうに思いますね。うん、つなげていきたいですね。うん、はい。で、あとは、次の一点なんですけど、はい、その、やっぱり自分でこれを身につけたいという能力があって、それに対するアプローチをしたってことなんですけど、これって自分の能力を客観的に見てるじゃないですか。はい、で、実は勉強って、すごい難しいなと思うのが、プレイングマネージャーでいなきゃいけないんですよね。はい。つまり、自分が勉強して成績を上げていくプレイヤーであると同時に、何が自分に必要かってこう客観的にマネジメントする能力も必要で、で大抵の人はこうマネジメント能力が足りてなくて、やみくもなことやっちゃうっていうことが多いんですよ。いや、わからないですよね。結構、自分だけでやってると、はい、結構遠回りの勉強をひたすらしちゃうっていうことが多いかなって気がします。うんうんうん、はい。なので、まあ、そこをですね、実は私が指示したのか、他の人は指示したのか、どうかわからないですけど、田橋さんなりに、やっぱりこれが必要だなというものをやったということで、成績が伸びたっていうのは、マネジメント能力としても非常に高いんじゃないかな、というふうに思って、とてもいい傾向だなと思います。あ、 ありがとうございます。まあ、そこも、はい、はい、結構僕、なんか自分で心地いい勉強をひたすら続けちゃうっていう、良くない癖があるので、やっぱそこを変えていくっていうのが、すごい課題だったので、うんうん、それは続けていきたいですね。はい、いいと思いますね。はい、ね、で、あと、あれもちょっと触れたいんですけど、はい、田橋さんがずっと苦手だったマーク。あ、マーク模試ですか。はい、マーク模試。今あります?まだない、もうないです。そうない、ホワイトボードに YouTube 用で撮影したのを撮ってたんで、ライブ中あ、今あります、あります。ちょっと。よかったよかった。ちょっと消えかかってますけど。消してない。そうそう、マーク模試を受験した自己採点の結果ですね。はい。これも動画で出してるはずなんですけど、数学がね、6割ぐらいしかないのに、9割弱くらいまで取れたということで、はい。非常に良かったなと思うんですけど、これね、数学の上がった秘訣なんかは、田橋さんの動画チャンネルにあるので、そちら見ていただくとして、はい、ね、なんかちょっと動画で触れられなかったこととかをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい。はい。結構数学時間かけたんですか?そうです。やっぱそこは絞って次数学を上げなきゃいけないなっていうのはあったので、ひたすらその、まあ、朝にその演習用として、まあ、竹内先生、竹ちゃん先生から問題提供してもらってたのを解いて、でそれとプラス別で、まあ、平井先生の指示をいただいてたので、その問題をとりあえず、二次試験だと根拠を持って数学の回答を書いていけるんですけど、しっかりと。こう一行です根拠を持って書いていけるんですけど、そのなんかマークだとちょっと時間に追われてなのか、なんか曖昧なこれかなっていう感じで書いてたんで、そこを直して、しっかり一個一個根拠を持って答えを出していけるようにっていうのを意識して、なんかわからない問題とかでも最初時間気にせずずっと粘って解いてました。いいですね。今の、どういう経緯かというと、田橋さんにこう、カウンセリングというかこう話を聞いていったときに、なんで点数が取れてないかっていうのをひたすら僕は結構ね、聞いたんですよね。何分かずっとかけて。はい、そしたら、どうやら田橋さんは、分かんないなと思ったときに適当に答えを書いてると。そうなんです。で、
その答えを適当に書いたところに対して解けたんですかって言ったら解けたっていうような感じの回答だったんですよ。でそこがやっぱりね私と認識がずれてるところで、だから生徒に、まあ、先生側の視点から言うとですね、先生徒にできたのできてないのとか解けたの解けてないのとかねっていうふうに、言葉を投げかけたときに返ってきた答えが解けたかもしれないけど、解けたという言葉が認識とずれてる可能性があるんですよね。あ、はい、つまり先生からしてみたら解けてないということを生徒は解けたというとかね、そういうことがあります、まあ、特にちっちゃい子供、ね、お子さんとかだと分かったのとかって分かった、ね、分かったのって聞いたら分かったって言うんですけど、結構分かってないことが多いんですよ。なので、まあ、そういうところをこう深掘っていって、本当に分かったか分かってないかみたいなところを深掘っていくと、なんかかなりずれてることがあるぞっていうのを気づいて、そこのずれを解消していくとですね、結構ポーンと成績が上がることがあります。なるほど、じゃすごいですね。平井先生の処方箋がまさしく、ありがとうございます。余りました。そういう狙いではなかったんですけど、はい、まあ皆さんに参考になればなと思って。だから、そういう、で、特に今日ね、来てくださってる方で、勉強に関心ある方多いと思うんですけど、時間を投入しても投入しても、なかなか成績上がらない人とか、やってもやっても上がらない人っていうのは、多分やってる方法とか、もしくはやってる感覚ですよね。何か、できる人と違う感覚でやってる可能性があって、そこを修正しないとなかなかこう、はい、飛躍しないっていうことなんです。要するに十分に時間を投入していても成績上がらない人は何かがずれてるっていうことが非常に多くて、で私の経験上ですね、意外と3つか4つぐらいなんですよ。多くて田橋さんの場合はまあ多分ね1年半ぐらい見てて多分 1,2 個修正したなっていう感覚があるんですけど、はい、多くても3つ4つぐらいできちっとこう治ってくるので、何かこうカウンセリングとか、まあ、個別でいろいろ話を聞く機会みたいなのを取っていくとですね、はい、良いんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。やっぱり独学のそう限界がありますよね。やっぱ自分じゃ見えないところがたくさんあるなと改めてすごい思いました。独学は本当に怖いところですね、そこは。社会人受験の方とかもね、田橋さんのチャンネルいらっしゃるみたいですけど、はいはい、まあ、やっぱ社会人受験だと人に話をね、こうやってカウンセリングしてもらうってなかなかないと思うので、いや、そうですよね。うん、はい、まあ、なんか時間ない中ね、やってらっしゃると思うんですけど、ぜひ、なんかうまくいかないなっていう人は、頼ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。なんかちょうど有益な情報がどこにあるのかっていうところから、ね、わからないですもんね。はい。というところで、はい、大体そうですね、マークもし良かったですね。うん、あと国語の195とかも相変わらずすごいですね。それは本当に上ぶれというか、国語はちょっと信頼ならないなと思っていますね。自分なんか一問一問やっぱ配点が高いので、マーク模試はたまたまずれてしまったと。できた時の実感がしっかり、そんなにできた印象がなかったので、うん、意外と合ってるという感じだったので、そこは気を引き締めます。うん、すごいですね。僕も一応ね、東大文系で受かってるんですけど、はいはい、マークの国語って苦手で、自己ベストが182かな、かなんかなんです。あ、高いですね。はい。あ、まあ、高いっていうか、まあまあね、その辺にいるレベルなんですよね。190は取ったことないんで、すごいなと思って。200、次は200を。200を。目指そうとは言えないですね、国語のテストを見ると。いや、200を目指そうとは。そうですね。運が結構でかいと思うんですよね。まあ、180ぐらいまでは実力でいけるのかもしれないけど、そこから上はもう結構運が近いかなって。はい、素晴らしいと思います。はい、ですね、まあ、マークの模試と含めて3つ見ていただいて、はい、まあね、聞いていきましたが、ちょっとじゃあ、よければ模試関係で何か皆さんからお伺いしてみましょうか。ここ聞きたいとか、何かあれば、質問どうぞ。はい、いい質問じゃないですか。日本史の偏差値53、51と田橋さんの実力にしては数字が低い気がします。嬉しいですね。僕の実力をよくいいですね、はい、知識が足りてないのか技術力が足りないのか、大意を満たす回答ができてないのか、どこが原因だと自己分析していますか。なるほど、すごい見てくれててすごいですね。嬉しいです、ね、ストーカーチックに追ってくれてるんじゃないですか、はい、いや、そんな言い方ありがたいことです。すごい、いや、こんなにねちゃんと見てくださってる方、はい、なかなかいない。すごいな、はい、実際どうだと思いますか。そうですね、やっぱり他の教科にちょっと時間を使っていましてですね、その数学と英語メインで、この、まあ、9月ぐらいまでそこをとりあえず先に上げたいなっていうところを考えていたので、ちょっと世界史とか日本史ちょっとね、おざなりって日本語合ってますっけ。はい、おざなりになってて、
本当はもっと詰めればできるなっていう印象はあるんですけど、やっぱ忘れちゃうんですよね、どうしても。触れないと忘れちゃうっていうので、やっぱそこ本当はもし前にケアできたらよかったんですけど、どうしても手がまだ回らずに、自分の満足いく形じゃない状態で受けているので、ちょっとそこがね、点数に反映しちゃってるかなっていう気はします。はい、逆に言えばある程度時間を取ればいけるなっていう印象はすごいあります。はい、川西さんから言いづらいことを僕が、はい、身代わりに言うとですね、身代わりとあの、はい、模試の採点と東大の採点がだいぶ違うっていうのが結構原因で、あの東大の本試の採点っていうのはどうやらですね、どうやら、まあ、加点方式でやってないんじゃないかということが言われたりします。まあ、ここの真偽はちょっとこの場では言えないので、はい、またちょっと控えたいんですけれども、ただ模試の採点っていうのは、例えば答申の模試なんていうのは1週間で返却されるんですけど、何千枚の答案を、1週間以内に返却するってことは、まあ、2日とか3日くらいで採点をして、でその後回収して入力をして、発送してってことで、ものすごいハードスケジュールというか過密なスケジュールでやるんですよ。っていう時にそんな単語単語 をね、要するにこの単語が載ってたら何点、この単語が載ってたら何点みたいな、まあ、単純な採点じゃないと間に合わないですし、どうしてもそういう採点せざるを得なくなってしまって、だいぶ、まあまあ、簡易的なというか、はい、そういう採点になってしまうという事情があると思います。なので、どうしても知識重視のテストで単語が答えられたら点数みたいな、まあ、そういうテストになりがちなので、まあ、日本史の知識が、ね、こう豊富にないと点数が取れないというテストになっているという事情はあると思います。あとは、まあ、もし東大受験を、ね、考えていらっしゃる方は参考にしてほしいんですけど、市販の、ね、教材、そしてネットで結構、ね、答案が手に入ります。なのでこの答案をです、ね、見比べてみてください。まあ、田淵さんと僕はもう何十年分も、ね、日本史も世界史も国語もとかいろいろやってるんですけど、そうするとね、まあ赤本はこういう傾向だなとか、寸大はこういう傾向だなっていうのが分かるようになってきます。はい、まあ、分かるとですね、東大模試の方の、問題はどうだとか、採点記事はどうだみたいなところもだんだん分かってくるので、はい、ぜひよかったらやってみてください。ということで、はい、ありがとうございます。ちょっとグレーなところ。補足ありがとうございます。はい、はい、ということですね。はい。じゃあ質問も、はい、できたので、じゃあそのぐらいで次のところに。しましょうか。で次のコーナーはですね、ちょっと皆さんに協力をしていただきたいなというコーナーでして、はい、田淵さん悩みがあると。悩みはたくさんありますね。悩みは、はい、どんなことなんでしょうか。いやー、まあお金っていうのは一個置いときましてお金って置いときまして、やっぱりそのこう YouTube をやりながら一応 やってるんですけども、なかなかその視聴何を企画が思いつかないというか、その受験と並行してやっていくっていうところを考えると難しいなっていうところがあります。なるほどね。なかなか僕の頭の限界というか、こんなことを言ってはいけないかもしれないですけど、アイディアを出てくるタイプじゃなく、YouTube の動画の企画。こんなの見たいよみたいな。ういうのが聞きたいとかを知りたい。企画、こんなの見たいよみたいなのがあれば。結構ね、はい、僕もコメント見てて、東大本気で受かりたいんだったら動画なんかやるんじゃねえみたいなね、コメントが。あれ難しい、まあまあ僕がそれでやってるんで何も言えないんですけど、結構やれることがないんですよね、結構。動画やんないとお金も稼げなくて生活できない人がね、なかなか苦しいところがあって、まあ、純粋に皆さんにこういうのが見たいとか、そういうのをね、お伺いしたいなということなんですけどね。まあ、自分で今考えているのもいくつかあるんですけど、ぜひぜひ。例えばまあまあ勉強とこううまいことマッチングさせてやっていきたいなっていうのがあるんで、やはりですね、その模試、例えば模試とかで、まあ、勉強配信をしてるんですけども、今寝ずに、まあ、今朝やることが多い、まあ、土日は、長時間やったりするんですけど、それをまあ夜通しやった後にあえてその眠い最悪のコンディションの状態で模試を受けてどれぐらい取れるのかみたいな。いいですね、体張りますね。いや一応これはちゃんと理論があって、本番でその寝れないこととかもしかしたらあるかもしれないので、その時のシミュレーションっていうのも兼ねて一回模試でそういう状況で模試受けてみるみたいなことはどうかなっていうふうに思ってるんですけどね、うん、
悪いコンディションで模試を受験するってことですね。はい、はい、そうです。なるほど、なるほど。いいですね。そういう企画がちょっと面白いです。すごい気が重いんですよね、やるってなったらやっぱり。東大模試1日でただやるだけでもめちゃくちゃしんどいのに。うん、寝ない状態でもし受けたらもう本当どんな感じになるんだろうっていう怖さがあって、うん、なかなかまだ踏み出してないんですけど、うん、ちなみに僕この話聞いて思ったのが、はい、河合塾と寸大は2日に分けてもしをね、そうですね、東大と同じようにやるじゃないですか、はい、で東進は1日にまとめて2時間とか3時間近い、ね、試験をこう4つやるじゃないですか、はい、でこれどっちのがしんどいだろうなと思って。ああ、二日寝ないのとですか？え、ね、ずっと寝ないってことですか？例えば。二日に分けて、48時間寝ないでやるのか。いや、とっても。それとも24時間寝ずに1日集約した辛いのを味わうか。いや、単純に寝てない時間増えるんで。二日になったらそっちの方が辛いと思います。二日目とかもう、意識保つだけで精一杯だと思います。多分寝ちゃうでしょうね。はい。っていうね。まあそういう、まあでも、そういうのはでもね、皆さんも気になるかもしれないですね。寝ないでどのくらい力。実際なんかそういうのってなんか、そこまでやる必要ないよとか、いろいろ。思うのかなとか思っちゃって、うん、でもね、それはやっぱ大事で、あのメンタルトレーニングとかメンタルを安定させるみたいな本を読んでても、あのいろんなことをシミュレーションして対策しておけっていうのは結構言ってますね。もうとにかくシミュレーションの量と質っていうことは言います。とても僕の過去の生徒で、当日寒いか暑いかわからないし、当日の空調次第でわかんないみたいなことがあって、ではい、ね、コートとかも何かも全部着込ん で動きづらい状態で点数解いてみるっていうのと、あとあえて薄着でやってみるとか、あと腹いっぱい食べてやってみるとか、いろんなことを試してやってる人いました、ね、あ、すごいですね。それなんかそういうの実際やるってすごいですね。なんか楽しんでやってたのかな、うん、自分で考えてやってましたね。偉いというか、うん、勉強になりますね。うん、もありますし、まあ、今だったらやっぱり単純にマスクをして勉強するっていうのはいい。ああ、確かに、あれマスク一つ取ってもでもいいマスク、まあいいマスクというか、あのその本当は悪いのかもしれないですけど、なんか空気が入ってこないとちょっとしんどいなっていう、ちっちゃめのマスクにしちゃうとかなり苦しいなっていうのは正直あったりしますよね。